結構ね、長いのかいこのゲーム。もうそろそろ終わりかい？朝の3時まで。そんな長くなってももうね、後から見るの大変だもの。もう一人殺したらでいいのか？はい、殺したいんだけどね、クズを。お？あ、これさっき殺した人じゃないの？あ、来たかい、おばあちゃんの好きなね。よー、来たー、やったー、やったー。銃は持ってるよ、こいつはね。さあ、今からあのクズ男とクズ息子を殺しに行くよ。アンダーソン警部補を探す。いやー、来たねー。ここから始まりだよ。このエージェントがやっぱいいね。ターミネーターみたいでね。撃てー！あ、アジア人だ、撃てー！アジア人だ、撃てー！アンダーソン警部補。ターミネーターで待ってよね、こういうとこね。でで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 調べる。おお、決まってるね。なんか書いてあるよ。バンアンドロイズ、アンドロイズね。かわいそうにアンドロイドユーザーはね、差別されてるんだね、この世界では。結局アップルが勝ったのかな、この世界戦ではね。グーグルは負けてしまったのかね。反応がやっぱりアップルの方がいいよねっつってね。iOS の方がいいよねっつって。早く探せ、ババどこにいんだよ。ほな、右のババア撃て。この人アンダーソン警部。キムヨハン、こせ！チャンネル、チゲネル、チャンネル。いちいちこうやってスキャンしなきゃいけないの？エドワード・デンプシー、ウィル・スミス、ジョナ・グラハム、無職。クリストファー・グレイ。この人さっきいなかった？広場でさ、マーカスがあの集団で暗殺された時にいたよね、この人ね。おばあちゃんの驚異的な記憶力を今見せましたけども。しょぼくれてるよ、アンダーソン警部ね。え、どうやって話すの？話すべけべけ。アンダーソン警部、アンダーソン警部。私はコナー、コナー、サラコナー、ジョンコナー。先ほど署にご挨拶に伺ったのですが、近所のバーにいるはずだと言われたので。あら、なんか大丈夫かい、この刑事さん。5件ほど探し回りました。警部補には優しくしらんよ。あなたはある事件の担当になりました。アンドロイド絡みの殺人事件の捜査です。所定の手続きに従い、捜査補佐専門モデルの私が配属されました。ヒロインにやるジジイが、このジジイが。助っ人なんか必要ないね。あら、プラスチック野郎の助けなんてもってのほかだ。プラスチック野郎差別がね、出てるのか。脅す。警部補、あなたの職務態度を上層部に報告することもできるんですよ。そうですよ、当たり前じゃん、仕事だよ。あ、パック粘る。警部補、大変申し訳ありませんが、規則により行動を禁止しなければならないんです。なんだこのクソジジイ。ここは学校か。お前は警察だ。いえ、ビシバーです。バーです。ああ、そうだな。酒を取り上げる。こら、おお、いいぞいいぞ。さあ、もう行きましょう。なんでこの公務員。おお、やんのかやんのかやんのか。おっと、選択肢が、選択肢が、てか銃を。私に傷がつけば、いいぞいいぞいいぞ。高い修理代を払う。いいねー、こういうのがしたかったね、おばあちゃんね。美術じゃ、クズ野郎もプログラムできるってのか。見てんのこの時事ね。ごちそうさ。やっぱりね、こういうクズにはこういう強硬姿勢だよ。F を連呼するとキズナアイみたいに、まあ、おばあちゃんがそんなはしたないね。やっちょ しないよね。好感度めちゃくちゃ下がってて。好感度とかあるのかい。お、このおっさんとコンビ組んでなんか操作するの。ここで待ってろ、すぐ戻る。譲らない。いいえ。おお、一緒に行きます。いいか、無事に今日一日終えたかったら。イライラしてるよ、おばあちゃん。このジジイを煽っております、おばあちゃんね。
だば、選択肢ゲーム向いてない、向いてないもん。でも何これ、ついていくんじゃん。結局チャンネル16のジョス・ダグラスです。殺人事件だそうですね。殺人事件があったなって。悪いがノーコメント。ノーコメント。どうなってるんだ。造形文ついていく。デトロイト死刑は何も教えてくれないんだから。アンドロイドは立ち入り禁止です。俺の連れだ。この車で待ってろって言ったじゃん。口を開いたり何かに触ったり俺の邪魔をしたりするなよ。はい、イエス。よー、ハンク、来ないんじゃないかと思ってたところで、こいつに捕まらなきゃ来なかったのか。警部っぽくないね、この人ね。まさかあんたがアンドロイドとはね。いいから何があったか教えてくれ。あるうちでカメラに8時に通報があった。数ヶ月家賃を滞納してたから家の様子を見に来てみたところ、ボロ家にやってきましたよ、おばあちゃん。家にやってきましたよ。たく、ひどい匂いだよ。ひどい匂いだよ。まだマシにはなったけどな。バッドエンド見たくないな。バッドエンドとかの。ああ、死んでる。調べたところ窃盗と過失暴行の犯罪歴ありだ。死体があります。 CSI。付き合いはなし。レッドジャン。一日中引きこもってたって話だよ。あら、死んでるよ。これなら。うわあ。わざわざ呼び出さなくても。青くなってるよ。朝まで待てただろ。死んだのは3週間以上前だろうな。検視が来ればわかるはずだ。腐敗してるやつかね。死体の近くにキッチンナイフがあった。多分凶器だろう。侵入の形跡は？いや、正面玄関は中から鍵がかかってて、ばあちゃん、窓も全部閉まってた。裏口から逃げたんだろう。こいつのアンドロイドの情報は？今はない。今はない。所有はしてたって話だが見当たらなかったよ。暗号現場を調べる。俺は外に出てるぞ。あとはご自由に。お、真犯人を見つけるよ、おばあちゃん。じゃあ推理したいと思いますけど、 I am alive。 これダイイングメッセージかい。 I am alive。 私は蘇る。家督犬のババアを呼んでこよ。沢口康子です。活字みたいな文字だ。ナビスコリッツ。人間の手じゃこうは書けないだろうな。クリス、この文字はリッツパーティーですよ。多分そうでしょう。サンプルを分析に回しておきます。腐ってる。なんかいろいろ書いてあるよ。丸三角四角。アイアムゲイって書いてあるのかい。28箇所の刺し傷。刺し傷があるよ。うわあ、バイオよりグロい。うわ。あら、めった刺し。レッドアイス。レッドアイス。腹。手に何か持っているよ。シャーロックみたいになってきて、止める止める止める。この裾についた砂からするに、3日前イギリスに来た、どうのこうの、この2日間雨は降っていないからどうのこうの。あ、再現またコマンドが出てきましたよ。シャーロック、なんかこう想像のやつ。おお、シャーロックでもこういうのね。てててんてんてん。シャーロックっぽいよね。被害者ここで死んで、被害者ここで死んで、ナイフで刺された。おお、犯人が見えてきました。犯人が。おお、キッチンから来た。キッチンから来たよ。逃げ、あ、で28箇所めった刺し。おい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 。今の状況から分析するに、28回も刺されているようです。ああ、犯人は相当恨んでたみたいだな。恨みによる犯行ですね。恨みによる犯行だよ、これは。調べる。レッドアイス。レッドアイス。会社はパーティー好きなのかな。パーティー好きなのかな。もし。おいおい、お前何やってんだ。血を分析するんです。おお。その場で分析できるんですよ。すみません、言っておくべきでした。そうかい。ま、とにかくこれ以上証拠を口に入れるなよ。いいな。はい。君が悪いぜ。おお、
カルロス・オーテス。合ってましたよ、データがね。で、3分析して、指紋なし。アンドロイドかな？あ、またアンドロイドの犯行手使い？調べる。あ、これがレッドアイスかい？なんだこれは。薬のやつかい？ドラッグを常用していた。おい、マイク、サンプル取り終わったか？ええ、終わったよ。こっち犯人かい？実は相棒が犯人だったんだよね。それにしてもこの汚いよね、うちがね。部屋が汚いですけども、非常にごちゃごちゃしてるよね。あ、リッツパーティーした後だから部屋が汚いのかい？ナビスコリッツ、沢口康子です。犯行現場を調べるキッチンから犯人が来ました。おばあちゃんがね、沢口康子となってここを捜査するよ。沢口康子です。ほら、さっさとしろ。ここでリッツパーティーが行われました。落ち着け。ここにずっといたい奴なんているわけないだろ。随分激しいリッツパーティーだったようです。浴室に妙な。おお、凶器はここにあった。リッツパーティーが盛り上がりすぎて殺人にまで発展したという。だからなんか新しいのになったんだ、リッツ。ねえ、アンドロイドとやる方がマシ。もう下品だね。最近は VR でもね、もうそういうスケベなのに結局使われるだけのやつになるのかね。男ってやだやだねえ。君たちも気をつけるんだよ。まず現実で頑張ろう。現実で頑張らずに、そういうねえとこで、そういうなんだろう、二次元に彼女を作るとかいうねえ、おかしなことをするんじゃないよ。所詮そんなものも全部どっかのおっさんが作ったものだからね。気をつけるんだよ。そこにリアルはないんだよ。どっかの気持ち悪いおじさんがウヒヒヒヒって言って作ったものなんだよ、結局ね。窃盗と過重暴行。あら、再現。おお、また再現 VTR が始まったよ。すごいね、沢口康子はね、こんなこともわかるんだね。沢口康子です。被害者はこうやってここでまず変異体はないほどな。あー、そうです。まずは被害者が実はバットで攻撃していたんですね。 DV をやって、沢口康子です。そしてこうやって殴って、だからこそこうやってアンドロイドの子は精神的ショックを受けたんですね。なるほどね。リッツパーティーから何か桃え分かった。おばあちゃん、謎が解けました。多分この被害者はリッツパーティーを開いたんだよね。いろんな人を招待した。しかし誰も来なかった。リッツパーティーに沢口康子です。なるからこうやって八つ当たりのやつを。あ、リッツパーティー誰も来なかったじゃねえか。あ、見えました、シャーロック。すべて謎が解けましたよ。てててんてんてん、ジョン・シャーロック。すべてはリッツパーティーから始まったんだよ、シャーロック。リッツパーティーの研究第1話。何これ、謎は解けましたけども、証拠を全部調べて、もうおばあちゃんも6個目の証拠で謎は解けてしまいましたからね。おっと、カルロス・オーティス、揉み合った形跡。あ、バスルーム、開けるカーテンを開いて、あー、もう気違いじゃん。取りつかれたように何度も書かれた文字。お、何これ、宗教寺見てきたよ。仏像があるよ。あら、宗教的な捧げ物か。宗教のやつだよ。あ、全部やりました。あら、やっぱり臭い。まあ臭いよね、こんな死後3週間のね、死体なんてね。なんかしなさいよ、あんた。役立たずだね、このおっさんね。警部補。警部補。だから警部補なんだよ、いつまで経ってもね、あんたは。そうか。
警部になれないんだよ。事件の始まりはキッチンです。キッチンです。あ、これちゃんとやってないといけない。あ、なんか本格的になってきたよ。キッチンだよ。揉み合った形跡もあるしな。問題は簡単にます。ここからね、何があったかリッツパーティーです。被害者がアンドロイドを襲った。沢口靖子です。ね、被害者がね、バットで。バットで。おお、バットで。それなら八つ当たりしましたと。続けろ続けろ。そしておばあちゃんの推理から言うと、つまり犯人は沢口靖子。アンドロイドが椅子を投げた。えアンドロイドが被害者を刺した。アンドロイドが被害者を刺した。そしてアンドロイドは被害者を刺した。えい、そんじゃアンドロイドは自分の身を守ったってことか。そうですね。その後何があった。何があったんだろう。被害者は逃げたんです。被害者は逃げた。リビングに逃げたね。リビングレビング、うん、おお、切れてます。沢口靖子がね、犯人はだから沢口靖子型アンドロイドというか、沢口靖子がアンドロイドだった。昔からおばあちゃんはね、そう思ってたよ。沢口靖子はアンドロイドなんじゃないかって昔からおばあちゃん思ってたけど、やっぱり沢口靖子はアンドロイドだ。え、なんて言ったの。ナイフでめった刺し。ナイフで殺しだよね。28回。なるほど。それが28という数字はリッツの数なんだよね。実はリッツは全部で28枚。バットで殔られ損傷し、1箱28枚。死流も流したはず。そしてレッドアイスをでリッツパーティーをした。いわゆるブルーブラッドですよ。アンドロイドにエネルギーを供給する液体です。それでリッツパーティーをした。ブルーブラッドとレッドアイスで、ブルーとレッドでリッツパーティーをした。カラフルでもお前の目には見える。洒落てるよね、沢口やつだから。その通り。お、なんか認められてたんじゃないか、ハンクにね。どうすんの。演技体を探し出す。え、どっかに沢口靖子がいるのか。痕跡を追えば、ば、モンハンじゃないんだからね。じゃあ沢口靖子の痕跡を追って捕まえればいいのか。沢口靖子ね、捕獲すればいいのか。演技体を探し出す。行かせてくれよ。こん中にいるの。ブルーブラッドの痕跡を、あ、ある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 。あ、モンハンだモンハンだ。パーティクルがある、パーティクルが。沢口靖子が行って、あら、あるよ。調べる、なんか調べるとこがあります。壁を調べます。はしごを使った。なんか古畑でもあったよね、沢口靖子が犯人のやつね。あれもなんかね、人間じゃなくてアンドロイドっぽかったもんね、沢口靖子ね。私が、あの、人は、人を偽ってはならないという規則がありますの。人を殺してはならないと規則に書いてなかったことが悔やまれます。行きましょう。古畑さん、最短記録逃しましたわね。登るための道具を見つける。あ、なんか沢口靖子がここに来てるんだよ。これが沢口靖子かい。実はこの仏像が、あれ、登るための道具を見つける。先生はですね、扉を閉めなかったんですね、殺すときに。それはですね、規則に書いてあるからなんですね。犯人は規則に従順な人間ですね。あ、椅子を使ってね。そりゃそうだ。おいおい、お前その椅子だから椅子に指紋がついてたのか。調べたいところが。ってことね。アンドロイドが調べたいところに椅子を置いて、置く。ここに登って、登る。これを持ち上げて開ける。BGM でそれっぽくなってるゲームだね、このゲームね。やってることはすごい地味だけどね。あ、なんかいるよ、なんかいるのかい、何かいるのかい。屋根裏部屋にやってきましたよ、おばあちゃんね。エブリンがここにね、いるのかい。
ゾイだよ、イーサン。私はゾイさ。屋根裏で待ってるよ。出ておいで。ウィッツパーティーは終わったんだよ。オープンザドア。おお、あるある。もっとこんなところに隠れているのか。応援を呼んだ方がいいんじゃないのかい。ちゃんと報告しないと。ほうれん草をちゃんとしないとね。あ、いたいたいた。なんかね、真っ黒な人がいたよ。名探偵コナンみたいなね。この世であなたの愛を手に入れるもの。遅いんだけどこの人。ここで、ああ、いやいや、発揮したよ。犯人だよ。沢口靖子じゃないじゃん。僕は身を守っただけだ。分かっている。君はある人をかばっているね。殺されそうだったんだよ。いいんだよ、本当のことを言ってくら、ごらん。お願いだ。ある女性をかばっているね。黙っててくれ。おい、コナ、上で一体何してんだ。警部補、見つけました。あー、おい、嘘だろ。クリス、ベン、今すぐにこっちに来い。怒ってるよ、裏切ったよ。黒人だからかい。急げ。見つけま…あー、銃は選択肢なかったよ。もうなんかいっぱいピコ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 、頭痛い頭痛い頭痛い。